はい、山寺です。今ですね、京阪電車の門真市駅で途中下車してみました。何やらここにね、立ち飲みがあるということなんですよ。ちょっと今から行ってみたいと思います。結構ちょっと歩くかもしれませんけど、とりあえず行ってきますわ。立ち飲みでは、こちらですね、なんていうの、立ち飲み屋さん、まさに立ち飲み屋さんですよ。門真市の駅にまさかこんな店があるとはね、思いもよりませんでした。今から行ってみたいと思います。飲み心立ち飲み屋さん、撮影許可出るか分かりませんよ、微妙なんで。ちょっと行ってみたいと思います。はい、めちゃくちゃね、ちょっといい立ち飲みがありましたんでね、来ました。門真です。門真市の駅ですね。その名もね、立ち飲み屋さんっていうお店なんですけども、めちゃくちゃ安いんですよ皆さん。なんとね、私ちょっとハイボール頼んだんですけど、190円ですよ皆さん。これまた後でね、いつものようにメニュー流しますけども、こんなでね、あても安い。これすっごいっす。あと日替わりメニューもね、いろいろあるんですよ。とりあえずね、190円のハイボールからいただきたいと思います。いただきます。撮影許可いただきましたよ。うまい。炭酸がよく効いてますわ。次ね、生マグロですわ。これなんと250円ですよ。ちょっとね、いただきたいと思います。とにかく安いですわ。いただきます。うまい。これはね、お酒が進みますね。なんかね、ちょっとね、気になる食べ物が容器あるんですよこれ。たらこ入りミニ卵焼き100円とかね、100円メニューもあってね、なんか悩みますよ。巻き寿司130円とかね、いろいろございますね。ほんまに何食べようか悩むけどね。やっこ100円、枝豆100円、コロッケ100円、すごいですね。迷いますけども、何食べようね。昔から定番と言いますか、なんて言いますかね、赤ウインナー、それと目玉焼き、これどうですか皆さん。こういうメニューいいじゃないですか。私ね、赤ウインナーと目玉焼き、これなんぼや、250円であるんですよ。ちょっと注文してました。どんなのが来るか楽しみなんですけどね。で、目玉焼きと赤ウインナーですわ。その前にちょっとマグロいただいてますけど、マグロ美味しいです。ほんまに美味しいですよ。はい、目玉焼きと赤ウインナー来ましたよ。これね、私ね、普通はマヨネーズかけてもらうんですけど、私マヨネーズ嫌いなので、いらないと言いました。でね、このまま食べてもいいんちゃうかと思うんですよ。まず赤ウインナーなんかほら、このまま食べても多分おいしいやつですよね。ちょっといただきますわ、この赤ウインナー。これいいでしょ、これ懐かしくないですか皆さんね。いただきます。皆さんのご存知の赤ウインナーです。美味しい。で、ハイボールたまらんね。これ赤ウインナーってなんで憧れるんやろね。もちろんね、粗挽きウインナーも美味しいですよ。もちろん美味しい。でも昔からのこのね、なんかこの独々しい色って言ったらおかしいけども、こういう赤ウインナーってほら懐かしいですよ。もう弁当箱に入っとったでしょ皆さん。弁当箱にこの赤ウインナーっていうのは昔入ってませんでした。遠足とか行くとね、タコさんウインナーになって入っとったでしょ。これとまたね、おにぎりとかね、弁当のおにぎりとかご飯とか食べるの一番ね、美味しい。これとあと甘めの卵焼きね、もう最高じゃないですか。懐かしいですわ。私もう52歳になりましたけどね、
小学生の頃ね、タコさんウインナーに憧れましたよ。私おばあちゃん育ちなんでね、あんまりおばあちゃんっていうのはそのタコさんウインナーとかそういうのはしなかったんですよね。周りのね、友達の、ね、お母さんはそのタコさんウインナー若いからしてましたけどね、まあ、もううちのおばあちゃんはせいぜいやってもこれと同じようにこういう切り込みね、切り込みを入れるぐらいしかしてませんでした。でもこれはこれでいいんですよ、うん、懐かしい思い出のなんかこう赤ウインナーっていうかちょっと大層ですけどね、赤ウインナー一つこんな語るっていうのは。でもまあそれがまたいいじゃないですか、うん、幸せの赤ウインナーですよ私にとってはね、うんうん、最高や、うん、でまたこれね目玉焼きまでついてるんやからね、言うことナッシングですよ、うん、目玉焼きって感じですよね。私ソースもいいんですけど一旦醤油をちょっとねちょろっとこうかけて、これあこれぐらいね、これでね食べますよ、うん、この目玉焼きね昔ねなんていうの、このさっきね白身だけこう食べてね、わかります、このね黄身の部分をこうなんていうの、あの形型抜きみたいにね、まあ、これは今型抜きになってませんけども、まるで型抜きのように、白身だけ取って食べてましたね小学校の時。ちょっと行儀悪いかもしれませんけどね、とりあえず白身だけいただきますわね。うん、やっぱりね目玉焼きはね醤油が美味しいですね僕はね、うまい、最高です、うん、ほんまですよ。もうねやっぱりね最後ちょっとねちゃんとね形取ります。私箸使いがね汚いんでね、よくね視聴者の方々からねご指導を受けるんですけどね、まあまあもうねとりあえずちょっとあの周りのね白身だけ取ってみました。最高やわ。いいね。まさかねこの門真市のね駅降りてこういうね立ち飲みがあると思いませんでしたね、うん、しかも土曜日は、1時13時からね空いてるっていうのいいですね。京阪沿線も、ね、意外とね侮れないんですよ皆さん。結構ね昼酒ができる店結構あるんですよ。まあ茅島もそうですけどね、高禅寺もありますよね、あと、これ氷園かもあるんですよ。意外とあるんですよ皆さん、昼ぐらいからね飲めるお店ってね結構あるんですよ今ね、あの京阪沿線も、うん、なかなかいいですよ、このね黄身だけ残ったとこね、ここだけまで食べるのがいいんですよ。これちょっといただきますわ黄身。どういたしまして、うまっ、2杯目のハイボールいただきました。2杯目です、うん、いつもおにぎたて感謝しながら今日も通かれた体に心を染み渡るかな。お酒いいですね、立ち飲み屋さん、カルマ本店オリジナルの焼酎、最高や。何食べようかな、これちょっとねなんかまだちょっと食べたいですね。うちの卵焼きとかいいんちゃいます、これちょっと行ってみましょうかね。卵焼き来ましたよ。これがね、いくらやったかな。うちの卵焼き290円ですよ。赤卵使ってましたね。ちょっとこうどんな感じだろう。ちょっと断面なんかささっとこう作ってねくれてましたんでね。こんな感じですね。きっとね素朴な感じがすると思いますよ。うん、いただきます。うん、これぞ昔の卵焼きですわ。昔のっていうかちょっと語弊があるかもしれんけど、あのねちょっとこの油を多めに使って柔らかくて味付けはねシンプルに塩、うん、塩だけっていう感じの卵焼きですわ。
美味しい。これね懐かしいわ本当に。これまたハイボール進みますぜ、出ないことや、うん、もうね私今日はね結構朝から飲み食いしてますけども、うん、もうねあの4軒目かな、これ多分僕の記憶が正しければ4軒目と思うんですけども違うかな、まあいいわ、まあ、何でもいいわ、結構飲みすぎますわ、もう飲みすぎシールをペタッとこう貼られていい感じのね、状況になっております。皆さん目の前にね巻き寿司がまたね美味しそうなんですよ。2切れ乗ってるんですけどね、この中身の巻き寿司の中身でほらかんぴょうとかいろいろ入ってますやんか、もう見るからに美味しそうなんですよ。なんかね巻き寿司が僕を呼んでる、僕が巻き寿司を呼んでるっていう説もあるんですけど、そんな感じ。今ね食べたいけど、うん、どうしようかな、我慢かな、食べようかなみたいな感じで今ちょっと自分の中で戦ってます。でも結構ね、僕の性格を知っている人はきっとかなと思ってはると思います。皆さん山寺は誘惑に、目の前の誘惑に負けましてですね巻き寿司を食べることにしました。130円です。これね、でもね、これこの具見たらね、皆さんちょっと欲しくなりませんね。これかんぴょうに卵に、うん、きゅうりかな、きゅうりと桜伝武かなも入ってるんですよ、うん、ちょっと映ってないかもしれないけど入ってますわ。これちょっといただきますわ、もう我慢できん。ほんで、違う子でも想像通りの美味しい巻き寿司です。見た目のまま最高です、うん、もうね、こんなもん締めにね巻き寿司2切れ2個食べたらお腹パンパカリになりますよ、うん、でももうこれ締めですからね、僕の中では締め、美味しい、最高、酔ってます。今ですね立ち飲み屋さんで飲んできました。めちゃくちゃ安かった。ハイボールがね190円なんですよ。これね私のおすすめはね卵焼きです。あれがねすごく美味しかったです。うん、門真市、もしよかったら門真市の立ち飲み屋さん来てみてください。もしよろしければ、山寺の YouTube のチャンネル登録もよろしくお願いいたします。それと皆さんいつも私の、YouTube を見ていただいて本当にありがとうございます。感謝いたします。お疲れ様でした。では